大谷翔平選手の右肘靭帯損傷の責任を取ってミナシアン GM とネビン監督が解雇か。この2人は野球史の汚点としてその名を刻んだ。海外の反応。大谷翔平選手はおととい試合直前に約2ヶ月ぶりとなる屋外でのフリー打撃に参加したとき、右脇腹を痛め急遽スタメンを外れ、昨日の試合でもスタメンを外れました。おととい昨日と2試合連続で欠場しましたが、2試合連続での欠場は2020年9月18日、19日以来約3年ぶりのことでした。ただ昨日の試合後に取材に応じたフィル・ネビン監督は、一平が私のところにやってきて翔平はプレー従っていると伝えに来てくれたが、私は今日は彼がプレーするのに適していないと思い却下したと、試合中に大谷翔平選手が代打での出場を志願していたことを明かし、彼は小さな炎症があるが怪我ということではない、彼は今日もプレー従っていたが我々としてはあと1日必要だった、明日彼が球場入りする際様子を見る、朝入ってきて体調がいいと言ってきて、検査もすべてクリアしたら私が決断することになると説明し、明日の試合での出場にも含みを持たせていました。そして迎えた今日、大谷翔平選手のコンディション確認があり2時間もスタメン発表が遅れましたが、結果的に今日もスタメンを外れ3試合連続での欠場となりました。私自身今日は試合出場するものだと思っていましたし、がっかりした人も多いのではないでしょうか。もう伝える必要はないというコメントもありますが、記録として簡単にチームの現状をお伝えすると、今日の試合でもエンゼルスは敗戦し6連敗、今季 86.4% の試合を消化し64勝76敗、ア・リーグ西地区5チーム中4位、ワイルドカード順位は圏外8位、プレーオフ進出ラインといわれる90勝に到達するためには残り22試合全勝しても届かず、ファングラフスが算出しているエンゼルスのプレーオフ進出確率は 0.0% と、エンゼルスの9年ぶりプレーオフ進出はデータ的にも完全についえました。ここ最近はもうチームの勝敗はどうでもよくて大谷翔平選手だけを楽しみに見ているという人も多かったと思うので、大谷翔平選手の欠場によりそもそもメジャーリーグへの興味を失っている人も多いのではないでしょうか。アメリカでもそういった人が多いようで、大谷翔平選手の欠場によりエンゼルスのチケットが290円で投げ売り状態になっているようです。さて今回は大谷翔平選手の右肘靭帯損傷の責任を取ってミナシアン GM とネビン監督が解任されるのが濃厚という話題について紹介します。大谷翔平選手の右肘の状態についてはさまざまな報道がされる中、エンゼルスのミナシアン GM とネビン監督の今後についても注目が集まっているのです。まずネビン監督ですが、米メディアでは今季終了で解任は確実と見られています。その理由としてチーム成績は言うまでもなく故障選手を大量に出しており、特に大谷との一連のやり取りを見ていると選手をコントロールできていない、特にモレノオーナーにすればメジャー史上最高ともいえるスーパースターの翔平大谷を酷使し怪我をさせてしまったという印象がついてしまったことにかなり怒りを感じているはずだというものです。またミナシアン GM についても米メディアでは今季終了で解任は確実と見られています。その理由として怪我が発覚する前に検査を受けるように提案したが大谷と代理人が拒否した発言は明らかな責任逃れ、7月末のトレードによる大型補強は結果として8月は8勝19敗月間の得失点差マイナス74は球団ワースト、そして1ヶ月後にはトレードで獲得した4選手を含む主力6人を放出と散々な結果に終わった。獲得する選手そのものを見誤ったか使い方が悪かった、いずれにしても GM としての能力の底が知れたというものです。こうした報道にはミナシアンとネビン、この2人は野球史の汚点としてその名を刻んだ。首は当然、首だけでは怒りが収まらない。これはグッドニュース、これで大谷の残留の可能性が高まった。モレノ、どうか残留をお願いします。大谷、いいけどあの2人首な。モレノ、はい、以上。もう大谷エンゼルスに改名しようといった声が上がっています。大谷翔平選手がエンゼルスに残る可能性も怪我により高まっているとされる中、首脳陣の改革は必要だと思いますが、あなたはどう思いますか。さて大谷翔平選手、一時はサイ・ヤング賞最有力にもなり10勝を挙げた先発投手が MVP、 ホームラン王は固く打点王の可能性もあるという素晴らしい成績を残しています。もう成績云々より肘の状態など心配なことだらけですが、いずれにせよ2023年は WBC から始まり、大谷翔平選手には本当に夢を見させてもらいました。今季あと何試合出場するのか分かりませんが、一試合一試合大事に応援したいと思います。
今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。